どうも、阿部達です。やってまいりました。今日はですね、まあ、前回お話しさせていただいた通り、こちら MacBook Air を購入しましたんで、今日はそれをね、開けていきたいなというふうに思うんですけれども、僕ここにですね、 MacBook あるんですけれども、この動画をね、見つけて見てくださってる方いらっしゃると思います。なんでこういう状況になってるのか全くわからないと思いますので、経緯についてね、別動画がありますので、よかったら先そちらを見ていただいた方がわかりやすいんじゃないかなと思いますので、今すぐその下のリンクを行って、今すぐ行ってでですね、早速なんですけれども、もう今回ね、この MacBook Pro、僕ねこれ持ってるんですけど、今回こちらのね MacBook Air を買いまして、もうこっちにちょっと乗り換えていきたいなというふうに思うんですけれども、まずね、なんでこれ買ったのか。今お前今までさ MacBook Pro だったじゃないかと。じゃあだったら MacBook Pro の新しいやつ買えよって話だったんですけど、普通にそう思うじゃないですか。でなんで今回 MacBook Air にしたのかっていうところで説明していきたいんですけれども、今 MacBook Pro っていうのがインテルじゃなくて、M1 チップ、 M2 チップで、今 M3、M3 Pro とか、Pro Max とか独自のね CPU チップが搭載されてる MacBook が今売られてるというところなんですけれども、いろいろちょっとこう今回のねラインナップ見ていく中で、その M2 チップ、今回これ M2 チップのものなモデルなんですけど、そこそこいいんじゃね、プロ買うってなったら結構いい値段するじゃないですか。でそこまでお金をかけたくないんですけど、でも MacBook にしたいです僕は。アップル製品ね、今まで MacBook でやらせてもらって、いろいろ iPhone とかさ、使わせてもらってて、でいろいろこう同期だったりとかね、あと iCloud とかの機能駆使してね、いろいろこうファイルとかの管理とかしてるので、そういった部分含めるとちょっと Windows っていうのはなっていうのはあるんで、MacBook がいいんですけれども、ってなった時に結構いいスペックの MacBook にしたとしても、そんなにがっつり使わないと、もうちょっとそんな、気軽にそこそこ使うよぐらいの感じなんですけど、でも動画編集としても使いたいっていう、ちょっともうすっごいわがままなんです。そこのいい塩梅っていうのがやっぱり必要で、そうなった時に MacBook Air いいんじゃねってなったんですよ。いろいろこうスペックとかね、あとはあと僕 Adobe のねプレミアプロ使ってるんですけど、そのねその推奨、スペックだったりとかっていうのをいろいろ調べていくと、意外と M2 いけんじゃねってなって、で M3 までいかなくても M2 でも結構そこそこ動くんだったら Air でもいけんじゃねっていう、ところに気づきまして、今回 Air にしてみました。で構成としてはこちらクワッドコア、8コアかな、CPU の8コア GPU で、メモリーはちょっとここをいじって、8ギガからあったんですけど16ギガに、ここだけ変えてて、でストレージは256ギガで、ここも本当は多分容量元512とかその辺にした方がいいんですけど、今までもこっちずっとなんか外付け使ってたりとか、本体になんか保存するっていうのがほぼファイルとしてはなくて、アプリぐらいなんですよ。アプリデータぐらいなんですよ。だから別にいいかなみたいな感じがして、いいでしょうということで、使うアプリもね厳選してやればいけんだろうということで買いました。で、これ MacBook Air って今15インチと13インチってあるんですけど、今回僕13インチを選びました。そしてカラー、これは開けてみましょうか。早速ね開けていきましょう。新色あったじゃないですか。それはね選ばなかった。パカーン、久々だなこういうの。こういうのやっぱテンション上がるよね。テンション上がる、いいね。はい、こちらでございます。はい、こちらでございます。おお、いいね。スペースグレーでございます。前回の MacBook Pro と同じカラーでございます。でなんでこれにしたのって話なんですけど、単純にね、なんか俺この色好きなんだよね。なんかこの色が好きでこれにしちゃいました。でもこれと、であとはこれかな、マグセーフの充電器と、アダプターもついてます。これタイプ C になってますね、ちゃんと。であれだね、意外とさ、レビュー他の人とか見たんだけど、マグセーフ使ってる人あんまいないんだね。大体みんなタイプ C なんだね。確かにタイプ C の方が使い勝手いいもんな。なんかこれタイプ C でも充電できるっぽいんですよ。なんですけど、なんか意外と多かった。俺は使うよ、買うし、タイプ C も使う、場所によってはって思ってる。取れないんだけど。はい、お、すごい、これあれじゃん、スペースグレーじゃん。アップルシールスペースグレーで、こう MacBook Air って書いてある、なんか紙、はい、が入っておりました。これさ、シールさついてるけどさ、どこに貼ればいいのこれ毎回思うけど、これシールさあるけどさ、
どこに貼ればいいの、どこに貼ればええねん。あんま使う場面ないな。というわけで、これ早速本体ね、出てきましたんで、まあいろいろちょっとね、こう、外観見ていきましょう。はい、改めてこちらが今回買った MacBook Air でございます。でこんな感じね、外観は。はい、こんな感じ。めちゃくちゃ薄いんですよ、ここが。こんな感じでめちゃくちゃ薄いです。こちら上がね MacBook Air で、こっちがね、MacBook Pro、 僕が持ってる2016年モデルのやつね、はい、なんですけど、まあ、めちゃくちゃ薄いんだけど、まあ、これもこれで薄いんです。で違いがあるのは、これ結構こう湾曲してるというか、こう丸い感じがこう円湾曲してる感じなんですけど、これはもう完全フラットな感じ。正直ね、今の MacBook のそのデザインというか、まあ、このフラットな感じ、これめちゃめちゃね、個人的にはね、好きな感じのタイプになりますね。めちゃめちゃフラットでめちゃくちゃいいです。で、端子に関してなんですけど、ここがマグセーフの、充電端子で、ここがタイプ C の、ね、サンダーボルト3が対応しているポートが2つで、反対側にイヤホンジャックというような感じでございます。というわけでね、早速ちょっと電源立ち上げていきたいなと思います。多分開けたら電源つくと思うんで、いきます。パカン、ペリペリ、おーい、きた、すごい、こんにちはって出てきてる。すごい。これリターン機押してる。あ、キーボードめっちゃいい。良くなってる。今までのさ、こいつのキーボードがさ。日本語を使用するにはリターンキーを押してください。日本語喋ってる。日本語喋ってるよ。あ、そう、こいつのさ、このキーボードがさ、すごなんか薄くて。押した感じがなんかすっごいなんか違和感があったの。すっごい違和感あったの。ペチペチしてて、今回こちらはね、結構押した感じがあってめちゃくちゃいい。ちゃんとキーボード反応する。これを買ったんですけど、これはワイヤレスマイクです。お前何個目やねん、ワイヤレスマイク何個目やねん、僕のことをね、知ってる方は普通に綺麗だね。僕もそう思います、うん。はい、というわけでね、まあしばらくちょっと今使って設定とかいろいろいじくってたんですけど、まあ動作的にはね、別にそんなに、まあ、こっちと比べたらそんなでもない、うん、そんなでもないでしたまあ実際ちょっと動画編集とかやってみないとわかんないかなっていうところがあるんで、まあ、これはね、実際ちょっと編集で使ってみようかなというふうに思います。もう実際今この撮影してるね、今回の一連の騒動に関してもこれでちょっと編集してみようかなというふうに思います。はい、あとはまあ感じたこととしては、まあこれね、今まで使ってた MacBook Pro なんですけど、やっぱこれと比べたら MacBook Air、 今回のこちらね、こっちのめちゃくちゃ軽いです。重量としてはめちゃくちゃ軽い。あとはね、単純にもうこのね、今回のこうデザイン、まあ、こうフラットな感じはめちゃめちゃ俺的には好みですし、あとは何よりまあキーボード、今回のここのキーボードの部分ですね、このキーボードの部分がめちゃめちゃ押した感じがめちゃくちゃ感覚としてはいい感じがしました。あとまあ大きさで言うと、まあ、若干こっちのエアーの方が気持ち外観は大きいかなって感じはするんですけど、まあそれはね、あんま感じさせないぐらいの、まあ、許容範囲というか全然問題ないレベルですね。今日はとりあえず開けただけって感じなんですけど、まあ、ここからしばらく使って、まあ明日とか、休みなんで仕事がちょっとまあ編集してみて、そこでまたちょっと報告したいなというふうに思います。はい、というわけで、後日のアベタズなんですけれども、実際にね、これでちょっと今編集しまして、実際に動画もね2本作って使ってみました。編集プレミアプロ入れて、でフォトショップも入れてサムネも作ってみました。で動作的な部分で言うと、まあ、前の MacBook Pro、よりかは、まあ、スムーズかなっていう感じはしたんだけど、でもやっぱりね、止まるというか、なんかちょっとうんって思うところも正直あったから、まあ、やっぱそこはちょっとやっぱ CPU が問題なのかなっていう気もしなくはないんだけど、まあでも編集できる、全然編集できる。でこれファンレス仕様になってるんですよ。ファンがない
タイプなんですね、まあ、MacBook Air って。で、あのちょっとその、まあ、長時間使った時に、まあ、本体熱くなっちゃったりとかどうなんだろうなっていう心配はあったんだけど、なんか意外もその辺なんか問題なさそうな、感じもしたんで、まあ、意外といけんなというふうに思いました。で、あの僕やっぱりあの編集して動画書き出しした時に、まあ、一緒にこう Photoshop 立ち上げて、その書き出し中にまあサムネイル作るとかっていうこともやるんですけど、やっぱね、そうなった時の動きに関しては、以前の MacBook Pro だとやっぱメモリがね 8GB だったんで、めっちゃ足りなかったんですよ。だから立ち上がるのも遅かったし、まあ、そっからねこう画像をねこう読み込むっていう段階でもめっちゃ時間かかったんだけど、これに関してはね、あの立ち上げもフォトショップすぐ立ち上がるし、まあ、画像の読み込みだったりとか、まあ、その処理だったりとかっていうのも結構スムーズに行えたんで、まあ、そういったのこう複数アプリを使うってなった時のパフォーマンスでいうと全然こっちの方が快適だった印象でございました。今回いろいろありましたけど、まあ、買ってよかったかなって普通に思いました。だから僕これからね、ちょっとこの MacBook Air でちょくちょく進めながら、動画もねアップできるようにしていきたいなというふうに思います。というわけで、まあ、長々とね、まあ、3本にわたって最終的に MacBook Air を買うというね、動画になりましたけれども、最後までご視聴いただきありがとうございました。で、まだね、あの他のその前の動画見てないよって方はね、あの概要下に載っけておきますので、ぜひそこから今回の発端について、ご覧いただけたらなと思いますので、ぜひご覧ください。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。というわけで、また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。